こんばんは。私もまだ始めて2ヶ月なんだけど、この人 YouTuber になったら絶対面白いなっていう人ね、見つけちゃったんです。一人はね、紹介していただいた方、これから会うんですけど、一人は、もうTwitter で有名な方なんですけど、いないよな、このタイプって。だって、ね、YouTuber さんの他のチャンネルに出て、すごく、そこの再生回数が伸びてんだから、その人が出てわーっと盛り上がるんだから、その人自分でやればわーっと盛り上がるのにな、そこ気づいてないのもったいないなとか思って、なんかね、YouTuber 探ししたくなっちゃった。男性の方はね、結構インパクトのある方なんで、もうぜひね、もう YouTube の、もう Google のアカウントを作ってもらって、まずもう4000時間達成してくださいみたいな、めちゃんこ面白い話が聞ける方なんですよ。多分このアウトロー界にはね、いないタイプです。もうその方がね、ぜひね、ボーンって上がってきたら、絶対バズる。すごい、すごい方です。情報によると英語もペラペラだそうです。だから、いろんなことを発信することもできるし、いろんな体験も話すことができるそうなんですよ。もう会うのが楽しみで楽しみでしょうがないんです。月末にね、お会いするんですけど、それまでにね、ちょっとその前にもう一度ね、別の方と会って、私が知ってることは教えて、その準備をしてもらって、海外ネタなんつったらもう最高じゃないですか。そういったようなね、話をね、してくださる方がいるんです。まずはね、もう一発目コラボしてもらおうかなと思って楽しみにしてるんですけど、ね、お願いします。で、このチャンネルもね、きっと見てくれてると思うので、よろしくお願いします。ランです。で、女性の方はね、私と同じ年ぐらいの人なんですけど、口が悪いから、口の悪さだけで言ったらアウトロー。でもね、メンタルは結構ね、弱いのよ、なんて言ってたから、私別にその人とね、この間までね、勝手に揉めてるみたいに勘違いされてたんだけど、もう逆にね、昨日話したらね、あまりにも面白すぎて好きになっちゃったの、その人のことが。もう、YouTube やっちゃいなよ、みたいな。で、その人はね、YouTuber さんがすごい好きなんですよ。いろんな YouTuber さんの動画を見てたりとか、いろんなとこにこう上がっていろんなお話をしたりとかしてるんだけど、いや、あなた一人でやった方が絶対面白いって、ってこれバカにしてるんじゃないんだよ。本当に。今までにないニュータイプの人をね、見つけちゃったんで、もう、新人の私が見つけてきちゃったなんていうのはおこがましいんですけど、でも、似たり寄ったりの人がたくさんいたって面白くないじゃん。で、今日ね、ちょっとたまたまその、中野留美さんのいとこの方と喋ったんですけど、この間私ね、中野留美さんと LINE がつながって、いつかじゃあ近くでね、お会いすることがあったらお話しましょうねって話になったんですけど、一言言われたのが、二人で喋ったらね、二人ともマシンガントークだから止まんないんじゃないのって言われて、それもそれで面白いじゃないですか。ね、10分間の動画で絶対収まんないから、もう10分、20分、30分、3本ぐらい動画撮らせてもらって、がっつり加工でもいいですかって言ったら、がっつり加工で OK ですって言ってもらったんですよ。なんせノリ、やっぱ関西の方たちノリがいいし、気持ちが良かったですね。ちょっと LINE でちょこっとお話ししただけなんですけど、今度ね、私、19、20、21、22と大阪行くんでね、お邪魔しちゃダメでしょうか。もしね、機会があったらもうぜひとか思ってね、もう女の方とも絡みたいなっていうのがすごくあって、もちろん男の男性の方ともね、結構他のテレビに出てる方だったりとか、ツイッターとかでも結構有名なね、方ともちょっとコラボ決まったんですよ。で、まだね、その方から、正式にオファーいただいたんですけど、こうやって、まだ名前出していい悪いっていう話はしてないので、まだお名前は出せないんですけど、結構いろんなところに出たらっしゃる方で、その方も有名な方です。でもね、ちょっとやってきた内容が違うので、またそこはそこで面白いんじゃないかなと思って。
ね、なんか、まあ、言っちゃえば元犯罪者同士だよ。だけども、元犯罪者同士だけども、で、今どうなってるっていうところで、で、その方はすごい、もう、頑張ってらっしゃる方なんで、もうね、有名な方だし、その方のことは皆さん知ってると思うんですけど、ね、その、じゃあお前は何なんだみたいな。私はね、YouTube 始めるまではね、本当にアメリカに住むことが夢だったんです。でも7年間入国禁止だから、下手したら、もう一生いけないかもしれないし、わかんないよ。だけど、一応7年入国禁止って言われたんだよね。で、あと3年。で、本当にこの間まではずっともう7年経ったら、もうアメリカ、ロングビーチに住むって決めてたんです。私の好きなバンドがそこの出身なんで。で、そこでそのバンドのライブに行くってことだけを夢見てたんですけど、絶対アメリカに住むんだって。それかフィンランド。フィンランドに住みたくてしょうがなかったの。大好きなアーティストがいたんで。単純でしょ？でも、考えてみたら、別にフィンランドにいたってアメリカにいたって YouTube はできるんだよね。うん。でも、まあ、そこに行くまでのね、資金が貯まるか、そこに移住するだけの語学力があるかしたら全くないし、まあ厳しいなと思ったんだけど、そんな夢をね、見てたんです、私実は。YouTube 始めるまで。いつかアメリカ行ってやろう、みたいな。本当はね、行ってライブを見て帰ってくるぐらいだったの。だけど向こうに住みたい、うん、向こうに住みたい。そう、なんでと思った時にね、一回西船橋の駅でね、私が夜勤で働いてる時に電車の乗り継ぎで朝帰ってこようと思った。それ年末だったの、ちょうど。そしたらね、メタリカっていうバンドの T シャツを着てたんですよ。で、ダウンジャケットの間からメタリカってロゴが見えたら、アメリカ人の男性がダーンとそこのね、もう目の前に立ってて、私にナンパしてきたんです。私はメタリカの大ファンですと。あなたもメタリカ好きですか？もうぜひ私とあなたは友達にならなきゃダメだって言うんですよ。で、西船のまあね、混んでる、ホームのとこだったんで、じゃあとりあえず上までっつって。で、日本語達者な方だったんで喋っててね。で、もう飲みに行きましょう。ご飯食べに行きましょう。うるさくて、じゃあ LINE だけ交換しましょうって LINE だけ交換したんです。したらね、やっぱ外国の方のアプローチってすごいんですよ。毎日、あなたは美しい。あなたと私はご飯を一緒に食べなければダメだ。あなたはね、僕と一緒にね、なんか過ごさなきゃダメだみたいなね、その熱烈なアプローチが半端じゃないんです。日本人の男性こんなこと言われたことないよみたいな。もう真似した方がいいんじゃないとか思ったんですけど、まあその時はもちろん恋人もいないし、でもね、まあ顔とかそういうんじゃなくって、ものすごく真面目な方だし、その、こう愛情表現とかっていうのはすごくね、やっぱ女性は気持ちよくなるぐらい、まあすごくいい表現をしてくれるんですけど、やっぱし興味のない人とはね、どうしてもそれ以上の関係になれないので、お友達にもなれなくて、そんである時携帯電話の機種変更した時にね、私 LINE の移行ができなくて、また一から LINE を作り直し、みたいな感じで、お友達ではなくなってしまったんですけど、そう、外国に住むって話からね、その外国人にナンパされた、しかも西船橋の駅のホームで、何番線だったか忘れましたけどね、市川の帰りだったのかな、確かその時。そんで、西船乗り換えだったのかな。でね、同じバンドが好きだって、そのメタリカっていうバンドについて熱く語るんですよ。で、私はライブにもいつも行ってますと。で、メタリカは日本に来ますかって、あなたの方が詳しいでしょみたいな。私は日本で見たことないので、まあ今はね、こういう流行風邪とかがあるから来れない、もちろん来れないので見たことないです。じゃあ一緒にアメリカに行って私と見ましょう。いや、私入国禁止です。それはなぜですかって。プリズムぐらいしか言えなかったんですけど、で、私は日本の刑務所に入ってましたみたいな。ノー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 って、あなたは刑務所になんか入らない、それは私を傷つけないための嘘ですかみたいなこと言われて、いや本当なんですけどとか思ったんですけど、まあね、ちょっとアメリカ人の方にね、ナンパされて面白かったって話です。でね、もう9分48秒なので、いいねとチャンネル登録とツイッターのフォローお願いします。私はね、スペースやってるんで、みんなでね、スペースでお話しましょう。以上です。